ログイントゥアスミニボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、 INI フォルダエピソード43クリスマスパーティー、こちらをですね皆さんと一緒に見ていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあさあ、以前告知しておりました INI フォルダのリアクション動画、こちらコメントで時々また見たいっていう風な声をですねいただけましてですね、今回ようやく撮影することができたので動画公開していきます。もしもねこの INI フォルダのリアクションコーナー継続していただきたいっていう風な声が多かった場合はですね、継続して動画公開していこうと思いますので、もしまた見たいよっていう風に思っていただけた方はですね、コメントでその気持ち聞かせてください。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きな INI を筆頭にラポネ所属アーティストと現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速 INI フォルダエピソード43クリスマスパーティー見ていきたいと思います。いやー久しぶりですね。やっぱいいなーいいなこのねオープニング。 INI フォルダクリスマスパーティーおめでとう。あ、前回あるかな、まだデータね。そっか、前回のやつ忘れちゃったな。出来上がりました。あ、思い出した、そうだそうだね、フェンファンさんが料理上手だっていうのが前回言った気がする。準備できました。今回は食べる、食べる会ってことですね。どうですかこのクリスマスツリー、めちゃくちゃいいね。いいですね。あ、写真がね、写真が飾ってあってね。サジン君と私サンタでございます。そうか、いくつかの班に分かれて準備したんだね。そうだね。ですね。おお。西君センス。西だるま。西だるま。そして後ろの飾り付け。え、これ犬やってる？ワンちゃん。すごい。ワンちゃんが。俺作るやつ。わ、さすが。作り方書いてて。それで器用だね。そうだね。あ、まあまあそうですね。壁は主にやってます。美術センスバッチリですからね、リヒトさんはね。うわすごいね。えうま。ほんでチェキを取ったのがサンタでございます。サンタ、サンタ誰だ？サンタ誰だ？マザイ君もね、あのいろいろ風船ねやってましたよね。そうそう、もう風船で手いかれるかと思って。そんなに。そんなにか。地面埋め尽くそうっていう作戦してたんだけど、かなり無理やった。ありがとうな。ありがとうな。そしてそして料理。おお。来ましたね。あ、美味しそうですね。はい、僕です。すごいですよね。いいね、ブロッコリーいいね。めっちゃいい。はい。そしてこのこれ何ですかこれは。これは明太子ポテトサラダと。うわ、うま。うまそう。うまそうだね。めっちゃ俺好きや。クリスマスっぽいですね。メニュー考えたの。作ってるうちにちょっと波乱がありまして。何があったの？結局こうなったんですけど、サンドはもともと普通にクッキーの上に乗せるだけやった。なんかうん、それもツリーみたいにしたくて、乗せる予定だったんですけど、なんかうまくいかず、そこでなん究極のアイディアを出してくれて、これ走ればいいんじゃないですかみたいな。あ、天才だ。はい。そうだね、あったね。思い出してきた、前編。こだわりポイントとかあります？そのやっぱり横側がいろいろあるじゃないですか。で、雄大ってちょっとお城みたいにしたいね、みたいな。そうそうそう。なるほどね。やっぱよ、なんか攻めにくそうでしょ、このお城。攻めにくそう。で、1号てっぺんに。
はい、ああ。世間の気持ちを込めて、はい、てっぺんにイチゴ置きました。白みたいなね。大体てっぺんにイチゴ置いてるよね。確かに、確かに。それじゃあ、はい、素敵な飾り付けと料理が揃いましたので、yes. クリスマスパーティー始めましょう。イエーイ。メリークリスマス。いや、いいですね、こういう回もね。シャンパンコール誰やってくれるの？シャンパンコールもちろんノーマル。あ、なるほどね。MJ コール。みんな1年間お疲れ様。今日お金飲んでいっぱい食べて、また来年頑張っていきましょう。乾杯。いいね、これクリスマス。いや、いいですね。久しくクリスマスパーティーとかやってないな。あ、いいね。食べていこうか。消毒して。待って、この人参ハートなんだけど。人参ハートなんだけど。あ、ほんまや、俺もや。パーティーみたいな。パーティーだから。そうそうそう。なんだと思って。いただきます。あ、お腹空いてきますね。マシッソよ。めっちゃクリーミー。いいな、シチュー僕大好きなんですよね。マジでうまい。美味しいです。これ星もある。俺も欲しかった。俺も欲しい。これ味付けどうやったんだっけな。ちょっと再現してみたいですね。ええ、そうなの？マジでめっちゃ上手よ、美味しい。よかった。美味しいチューフェンファン。美味しいチューフェンファン。美味しいチューフェンファン。さすがラッパーですね。言葉の扱いがうまいですね。あー、いいなぁ。若干なんかポテト残ってるのもいいね。うん、クリスマスを一緒に過ごしたいメンバー。おぉ、たくみから。あー、仲良しですからね、なにわのプリンス。あの、何でもついてくれそうやから、俺が行きたいとこ全部連れ回したいとか。ついてってあげるね。やったー。そんなたくみが若い人たちも逆に。俺ジンとか言えないの。ああ、ちょっとキュンとしちゃったわ。めっちゃ無邪気にご飯食べてそうやから、いっぱい食べる子いいと思うんで。ご飯ですか、うん、もっと頑張ります。もっと頑張ります。俺はね、誰だろう、やっぱリー君。あリーケメンコンビ一緒にご飯食べてるし、なんかやっぱ面白いし。なんかもう本当にいろいろやりすぎて、みんなといるのがやっぱ楽しいですね。あー、素晴らしいね。ご飯食べる時とかもさ、やっぱ一番楽しくない？ご飯食べてる時の会話とかが一番しょうもないけど一番おもろいというか、輪になってね。そう、俺今が一番幸せかも。あー、いいね。乾杯のあれでなんか、あ、めっちゃ泣きそうだ。乾杯。なんか泣きそうあるわ。酔ってる。結構どうしよう。アルコールは一切入っておりません。いや、いいですね、やっぱなんか特別感ありますね、クリスマスパーティー。そろそろね、はい、料理も堪能したところで、こっちも恒例のあれをやっちゃいます。なんだ、恒例のあれ。あれです。あー、なるほどね。ちなみに去年、プレゼント交換でもらったもの、リスト使ってますか？僕はせっかくこのね、ネックピローをヒロトからいただいたんですけど、ね、あの、お母さんが福岡に持って帰って、今猫の枕になってます。よかった、猫が使ってます。猫が使ってよかった。猫が使ってます。写真見たけど、めちゃくちゃ可愛かった。ちょっとファークちゃんだっけ？ファークちゃんです。あのピローの曲線に沿って猫もこう。ね、嬉しいわ。めっちゃ可愛かった。じゃあ今年もね、
皆さんプレゼント用意してくれましたね。はい、はいはい、ありますよ。もうなんか今年でかくない？なんかでかいね。おお、気合入ってるよ。いいね、いい気合だね、うん、はい、じゃあそれでは早速プレゼント交換やっていきましょう。イエイ、イエイ。はい、今ランダムで1人1つずつ持ってるんですが、でかい、めっちゃ誰が用意したプレゼントかはみんな知らない状態ですね。なるほどね。はい、音楽が流れている間、時計回りにプレゼントを回して、音楽が止まった時に、よくあるやつね、自分が手に持っていたプレゼントが自分のものに。うわ、よくあるやつだ。そうそう、よくあるやつ。楽しそうですね、こういうのも。でかっ、でかいのが撮るぞ。そういう流れ。これ多分始まる段階で自分のやつを持ってからやればよかったんじゃないかな。確かに。お前、ああ、これ、まあ、自分の人いない？自分のやつ違う、俺行ったんちゃう？おえー。それじゃあ一人ずつオープンしていきます。じゃあどうしようかな。すげえ。じゃあそっちからしようか。ゆうだいから。はい、はい、はい、これ誰ですか？たくみです。お、なにわのプリンス、ザ・なにわのプリンス。なんだ？スピーカー。あ、いいね。スピーカー持ってると思うんやけど、お風呂で聞いたし。それは嬉しい。今さ、今さ、ちょっとさ、ガチ内心さ、俺スピーカー持ってて、うん、でも俺のやつ防水じゃないから、お風呂使える。防水。わあ、超嬉しそう。いいね、お風呂スピーカーいいですね。タチ君、そうそう、タチ君のでかいね。誰だ？これ俺です。お、ペット関連かな。開けちゃっていいですか？開けてください。でかいよ。なんだ、これだけでときめくもん。確かに放送がすごいガチ。やば、なんだストーブ。やっぱり、あ、電気ストーブ。いいね。いい、寒いのよ俺。冬だからちょっと温まれたらいいなと思って。わ、最高ですね。続いていきましょうか。じゃあ、ついメンファン君行こうか。これです。はい、でかい。フランク、フランクだ。お、おしゃれなやつっぽいけど。え、鍋？鍋？あ、加湿器ね。あ、加湿器ね。もう一個入ってます。おい、開けてみてください。え、何何？これ習字のあれ？習字の。そう、習字の。これ、これセットで。はい。あ、これも、加湿器の中に入れるやつ？超おしゃれ。やっぱね、喉のことを考えるとね、加湿器いいですよね。何やってもいいじゃないですか。確かに、あの保湿たっぷりしてもらって、これちょっとこの火の感じでリラックス効果が。ただこれね、いろんな香りあるんで、めちゃめちゃいい。これ入れてもらって、いいね。俺らいいツアーもあるんで、もう、そうそうそう、あ、これ持って行ってね。もう全国これも持って回ります。これ持ってたら重いと思います。うん、でかいね。はい、じゃあ続いていき
きましょう、うん、はい、これか。じゃあ、まさきくん。俺ね、ちなみに、よう冷蔵って書いてある。マジでずっとそこにやるだけ。僕です。あ、順位か。嬉しいよ、俺も。え、なんかすごいんだけど。MJ って書いてある。ひら牛です。高級肉。いい、ひら牛のサーロインステーキ。すごい。めちゃめちゃいいじゃん。めっちゃいいね。いいっしょこれ。まあ、俺が普通に欲しいものを買いたいなと思って、うん、一番に思いついたのは肉。これめちゃくちゃ美味しいと思うんで、ぜひ、あの、僕も一緒に食べたい。一緒に食べよう。一緒に食べようか。僕も一緒に食べたい。いいね。いいね。飛騨牛は A5 ランクの高級肉ですよね。すごい。はい、じゃあ続いていきますね。あ、これ風呂敷か。この袋、ちなみに誰ですか。これ誰。ちなみに俺です。おや、和風だね。思って一気にぽいな、風呂敷。なんだ、誰。めっちゃ美味しい。すごい香りが。香りがいいね。香りが、ね、おお、すごい厳重。トッポギトッポギ。あ、最高だね。これはすごい。すごく香りいいですよね、ラッシュの入浴剤は。マジでいいんですよ。めっちゃいいね。マジで嬉しいわ、これ。いや、あれないさ、お風呂好き多いじゃん。ちゃんと家で使える人多いからさ。わ、かわいい。え、これ何、それ入浴剤で。そのまま入れる。そうそうそう、そういうのなんですよね。ボール型とかね。あんまり流したくないね。ね、そうなんだよね。じゃあみんなで入りに行くか。こっち食べに行った後、みんなで入りに行くか。これめちゃくちゃ嬉しいわ。いいね。ありがとうございます。いや、嬉しいわ。じゃあ続いて。じゃあ僕行きますね。お。これ隙間。隙間、僕実はここ知ってるんですよ。隙間。隙間ってお店ですか？ちなみに。はい。お。なにわのプリンス。もう言いたいだけ。隙間ってね。なんだなんだ。なんだ。おお、みんなが使いやすいようにちょっと黒にしました。しかも西君メンバーから。うえー、嬉しい。まあ、なりましたね。高校卒業してから名前住所電話番号しか書いてないから。確かに。なるほど。あんま持ち歩かないんだけど、これを機に何か、はいはい、文学系男子になりますね。小説カラフルももらって。あ、なんかあのオークションみたいなやつだ。確かに。続いて G。僕ですか。これは。これは僕です。僕です。お。自信あり。これはもうあの長い目で見るともう、あ、最高だ。なんだろう。何？フィリップス。わ、いいな。いいな。電動歯ブラシ、いいな。俺らあの撮影とかでさ、ご飯食べた後とかあするじゃん。うん、まあ、歯磨きとか。ね、電動歯ブラシ持ってったらかっこいいよ。低いのだね。僕も以前こういうの持ってたんですけど、結構するんですね。ついた。確かね、2万円ぐらいしたと思います。あ、まあ、金額入れないよくないですけどね。そう、なんか音波の振動を利用して歯を磨くみたいなタイプだと思うんですけど。続いては、いいな、でかっ。誰ですかこれ。あ、
でっかいの絶対使ってくれる、お、いいじゃん、使ってくれると料理系かな、料理系かな、はい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 、何フライパンとかで使わせてもらってる、ね、そういうこと、あ、ミキサー、ブレンダー、ブレンダーっていうのか、今ミキサーとは言わないのか、恥ずかしい、これやば、これ実際僕も普段から使ってる、野菜とか果物とかそのまま入れてスムージーも作れるし、ジュースも作れるし、あのフラペチーノとかも作れる、わ、最高だね、こちらっすね、誰だ、はい、そのまま開けちゃってください、僕からです、西君か、西君、うわ、これも誰がもらっても嬉しい、お、もう俺見つけた瞬間もうこれですってやった、何、ミニって書いてある、これはアップルのホームポッドミニです、何ホームポッドミニって、あの話しかけたりしたりスピーカーにもなったり、あの、なんとかしてんだよ、バーンってやつ、すげえ、あ、最新、最新系ね、最新、めっちゃ可愛いやん、いいね、これもうまい、まさか、じゃあこれ一人暮らしで安心っすね、話しかけられるから話し相手ミッケ、そばにいてくれるってことだ、あ、いいね、いいこと言うね、はい、そして続いてじゃリヒといきます、はい、伊勢丹メンズ、伊勢丹メンズ、伊勢丹メンズ、これ僕です、ね、これは、お、タチ君、実用的なものですか、やつなんですけど、リヒトに、リヒトでよかったなと思って、おい、嬉しいよ、なんだなんだ、タチからの伊勢丹メンズは信用しかない、お、パジャマ、いいね、めっちゃいいね、色も、色も、しかもね、かわいいね、最近寝れないって言ってたんで、リヒト、あ、そう、これで夜お風呂入ってこれ着てちょっといい気分になって、はいはい、寝てほしい、眠りに、最高だね、最高すぎる、嬉しい、マジありがとう、嬉しくしてくれて、危ない危ない、ありがとうございます、嬉しい、めっちゃ嬉しい、よかった、よかった、あ、これでみんな終わっちゃった、はい、そしてラスト、あ、たくみさんね、はい、誰、お、何屋のプリンス、はい、いきます、それは知らんけど、知らんけど、開かないね。望まれてますな。行けました。何？アップル。アップル。アップル。なんだなんだ。何これ？はい。こちらアップル製品のエアタグです。何？エアタグって。これ、Bluetooth で。繋いだら、これ物とかもどこにあるか全部わかるんですよ、だからこれキーホルダーとかなるし、財布とか入れてても、もうどこの方向にあるとか、あと何メートルとかもわかるし、音も鳴るんやんか、で、そう、で紛失した時とかも絶対携帯でわかるし、っていうので、匠、財布も鍵もなくすから、全部すごいね、めっちゃいいやん、中国やん、これ俺に、中国匠の子、うなじとか俺の感じハミと一緒にやるへえー、すごいのがあるんだね、いいな、てんてんてんてててん、はい、今回は自分たちでプロデュースして INI クリスマスパーティーやりましたけど、どうでした？いや、充実感が ねすごいですね、やっぱみんなで準備して、ね、みんなでご飯食べてめっちゃ美味しく感じるし、ね、やっぱり自分たちでやるとね、また少し違った楽しさがありますね、確かに、しかも今回より一層ホームパーティー感あったからさ、うんうんうん、楽しかったけどね、確かに、劇団馬くんも喜んでると思います
雪だるまくん。西だるま。もう絶対来年もやりましょう。はい、楽しかったんで、はい、それじゃあ、ミニの皆さんも素敵なクリスマスを。せーの。ハッピークリスマス。いや、いいですね。バイバイ。あ、これは前回のやつね。神だわ、それ、それしよう。明太ポテトサラダ、すげえ。ポテトサンドでございます。すごい。これは素晴らしいね。さあ、誰だ。ダラタタン、ショーゴ、タジ君、はい、今日もタジカフェ行こうと思います。あ、そうだそうだ、いいね。おはようございます。おはようございます。今日来ましたよ。ありがとうございます。はい、今日は友達連れてきました。誰だ。いいですね。はい、紹介していいですか。はい、ぜひぜひ。こちらです。お、リヒトさん。もういた。リヒト君っていう人なんですけど。リヒトさん、いいですか。リヒト君、リヒト君。よく来てくださいましたね。なんかたどたどしいね。おしゃれなところにカフェがあるなんて。座ってください。これだよ、これ。美味しそう。でも香りがこのカフェでは、まあ、一つなんかね、テーマ決めて、なるほど、話して、話そうかなっていう、まあ、ゆっくりとしたコーナーです。うん、タジ君らしい、こうね、ほんわかした空気感、空気が流れてますよね。何しようかな。なければないのが一番。確かに。あ、そうだ、最近まあ、たまに、なんだろう、意外とベッドに入っても寝れないんですけど。お、さっきのところにつながるのかな。なんかスマホ見て寝落ちしなきゃっていうのが分かんない、染みついちゃったのか。はいはいはい、リラックスできてないんだよね、なんか寝る前に。うん、そうかもしれない。そういう時間がないかもしれない。ないかもしれない。作るといいかもしれないね。へー、あったかいもの飲むとか、お風呂入るのもそうだし。あ、入ってないわ。さ、あの浴槽。そう、浴槽、浴槽。なかなか最近湯船に使って温めてとか、やるだけでも結構違うと思う。なわけで、しっかりお風呂入って寝て、ちゃんとしっかり寝てください。ありがとうございます。うん、大事だね。癒されました。よかったです。タジカフェ、癒し効果抜群。抜群やな。まあ、もう存分、ゆっくりしててください。僕はじゃあここで。あ、タジさん、どこ、はい、え、あ、ちょっとコーヒー、エチオピア行って、あの、豆。あ、はい、自分で仕入れてるんや。自分で仕入れてるんです。勝手にも楽しんで、あ、帰ってください。そんな感じですか。最後結構ね、さっぱりしてますね。ゆっくりしてください。はい、勝手に飲むぞじゃん。勝手に飲むぞじゃん。よし、勝手に飲みます。あ、終わった。さあさあ、 INI フォルダエピソード43のクリスマスパーティー後編でしたね。そうだ、前編ありましたね。もし前編気になる方はですね、 INI フォルダ42っていう風に検索していただくとすぐにポンって出てくると思いますし、今回みたいなね、リアクションっていう形で見たい方はですね、 INI 魅力勉強会っていう再生リストがですね、この鶴さんのラポネボーカルルームのチャンネルにありますので、ぜひそちらから見てみてください。いや、久々に見たんですけど、めちゃくちゃ面白かったですね。もし今後もね、皆さんが見たいというふうに思っていただけるのならば、継続して動画公開していこうと思いますので、ぜひぜひコメントで声を聞かせてください。それでは今回の動画はここで終わります。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ボイストレーナーの鶴さんでした。